トヨタ Y 型エンジンは1982年から製造されているトヨタ自動車の水冷直列4気筒オフエンジンの系列であるトラックバンタクシー向けなど商用車営業車に多く搭載されているそれまでトヨタでは商用車やタクシー向けのエンジンとして直列4気筒の R 型エンジン系列とそれより 排気量の少ない4気筒の T 型エンジン系列を生産していたが、いずれもその基本設計は1950年代から1970年代前半に遡るものであった。これらの商用車向けエンジンを統合し、機構と性能をアップデートしつつ、生産の合理化とスケールメリットの増大を図る意図で開発されたのが Y 型である。従前の T 型エンジンの生産設備を流用できる。 要、ボアピッチは T 型系列と共通となっている。同社が1960年代以来生産してきた在来型エンジンである K 型エンジン及び P 型エンジン、ほとんどの R 型エンジンと同様に、バルブ駆動方式は全てオフで、バルブ配置は全てカウンターフロー方式を採用する。すでに、 クロスフローサイチェシーが一般化しつつあった1980年代初頭開発のエンジンとしてはいささか急閉に過ぎるメカニズムであるが従前 R 型や T 型を搭載していたモデルにも搭載できるエンジンの高さや高回転許容性よりも常用回転域での実用性能を重視したことによる意図的な項目的化設計である。1982年10月に 商用車用として登場。ガソリンエンジン版と LPG エンジン版が存在する。1987年4月、北米向け 4YE に、触媒の前後に、ーニセンサーを設けた、尿にセンサーシステムを採用。2008年8月21日に、クラウンコンフォートを含むクラウンセダン、コンフォートなどに使われていた 3Y ポリエチレンは、平成17年排出ガス規制を達成するが、 低排出ガス認定制度に対応していないため、ガス液体噴射方式に対応した HTR、フップに置き換えられた。2021年6月現在、トヨタ自動食器製フォークリフト、ジェネオ 8FG 用ガソリンエンジンの 4YE 型、およびガスヒートポンプ、高ージェネユニット専用ガソリン、LPG エンジンの 3Y、4Y 型のみが製造されている。 トヨタ自動車75年式技術開発エンジン、補足解説、二応にセンサーシステムトヨタ自動車2018年3月28日。ありがとうございます。